おはよう、C。15分前に来ても先を越されるとはな。そうか。だが、時間を決めたんだから、その時間ちょうどに来るようにしないか。あ、これからのためにもな。これからもお前と、こうしてどこかへ行きたいんだが、嫌か。そうか。ありがとう。では、そろそろ行くか。さて、お化け屋敷はあっちだったな。なんだ？あ？ああ、そうだな。すまない。俺が迂闊だった。では、そうだな。宙吊りコースターはどうだ？よし、行くか。これはなかなか、凄まじいコースターだな。大丈夫か？俺も幾分目が回ったようだ。刺激が強すぎたか。そうだな。今すぐもう一回は、さすがに俺も遠慮したい。ああ、あれはびっくりしたな。よく見れば安全な高さなんだが、ヒヤヒヤしたよ。よし、次に行くか。今度はソフトなものがいいな。何がいい？観覧車か。そうではないが。そうだな。ここの観覧車は100メートルもあるそうだ。乗っている時間もかなり長かったな。そうだな。しかし、それは錯覚だろう。回転速度が途中で変わったりはしないはずだ。おそらく、対象物が遠くにあるので、速度の感覚がずれるんだろうな。ところで、そろそろ飯にしないか。この先にレストランがあったはずだ。そこへ行こう。さて、腹も膨れたし、一休みもした。そろそろ本番に取り掛かるか。ん？どうした？どうも様子が変だな。お前、お化け屋敷がそんなに嫌いなのか？正直に言っていいぞ。やはりな。うすうすそうじゃないかと思ってたが、しかしそれでよく俺たちのお化け屋敷を手伝えたな。それに、お化け屋敷のことについてもいろいろ詳しかったが。そうか、大したものだ。だが、嫌いなら強制はしない。お化け屋敷には俺一人で行ってくる。いいのか。まあ、そうか。では行くか。なあ、大丈夫か。思いっきり叫んでたな。すまん。やっぱりやめておけばよかったか。嬉しかった。ふん。ぬしゃあむぞらしかねえ。気にするな。いいから忘れろ。覚えなくていいから。さっきまで震えていたくせに。それだけ元気ならもう一度入ってみるか。冗談だよ、冗談。さあ、
まだ時間はある。夏休み最後の一日だ。存分に楽しもう。